大変申し訳ありません。ちょっとボールが外れてしまいました。申し訳ありません。本日はお忙しい中、この本演奏会にお越しいただき、誠にありがとうございました。私の方からも、この度の1月1日に、能登地方で起きました地震に際してですね、犠牲になられた方には、謹んでお悔やみを申し上げるとともに、被災された方には心よりお見舞いを申し上げます。自衛隊は今現在も現地にて、各種支援活動を実施しております。黙々と任務を遂行している隊員たち、当たり前といえば当たり前です。私は任務ですからやります、当然です。その隊員たち、私は一自衛官としてもすごく誇りに思います。そしてその支援以外、支援している隊員たち以外にも、いざという時のために日々訓練を積み重ねている隊員たちがいます。本当に誇りに思います。我々音楽隊はその隊員たちが誇りを持って任務に完遂できるように、音楽を持って士気高揚だったり、時には悲しみに寄り添い、時には心の癒しになる演奏をし、そしてこのような形で、自衛隊の、活動をさらに理解してもらうために日々演奏活動を続けております。私たちの演奏にはですね、その隊員たちに向けてのエールを込めております。私たちの気持ちが少しも、皆さんに感じていただければ幸いです。本当にありがとうございました。今後とも、陸上自衛隊第三師団に対してご理解ご協力、そしてご声援何卒よろしくお願いいたします。そしてですね、私が誇りに思っている隊員たちが待っています。本日の演奏会のテーマ、すべては感動のために、ということで実施してまいりました。その感動を具現化すべく、一生懸命演奏してくれました隊員たちです。ぜひとも拍手をお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。